11月ね、23日やな。はい、11月23日、まあ、祝11日。月23日、祝日、はい。ね、とうとう、この関東でね、またね、はい。待ってました。やる機会がやる機出てき会ましが。たね。はい。ねえ。今んとこね、はい。まあ、トレーナーさんはい。とか、あと含めて、生徒さんはい。がそうね、ですね。参加してくれてる、申し込んでくれてる、はい。はい。状況みたいですね。そうですね。もう、一応、決めてた定員にはなっちゃってるから、少し枠をあ、そっ増やさか。ないとなともう思い定ま員す。になっちゃった。はい。なっちゃったから でも、ままあ、だそでこも会ね場広いからね。そうですね。割多と分、ね。大丈夫だと思うので、もう少し増やして、あとは、できれば、オンラインなんかも、つないでできるんであればね、まあ、興オン味ラインあるか。と、はい、地方の方からやっぱり興味がありますとか、いう声を、Facebook とかのメッセンジャーからいただいてるので、やっぱりそういう方たちにも、配信できたらね、いいですよね。まあはい。ね。OK。そしたら手短にね、いきますね。今回ね、東京、開催するにあたってですね、まあ、来た人にね、なんかこう、伝えたいこと。はい。なんかこう、こういうことを知ってほしいな、みたいな、なんかありますか？ああ、そうですね。なんかいろんな問題が今ありますけれども、体のことに関しても、みんな肩こりがあったり、腰痛があったりとかありますし、精神的な不安だったり、コロナのことでの不安だったりとか、いろんなものがあると思うんですけど、それって全部、体を緩めること、体を楽にすることで、こんなにも、変わるんだっていうこと、捉え方が変わったりとか、自分自身が強くなる感覚、っていうのを、体で、当日味わってもらいたいなって思ってます。あ、自分って弱くないんだ、みたいな。そんな大変なことしなくても、自分って、強くなれるっていうか、あの感覚ってすごいと思うんですよね。なるほどね。はい、体で味わう、みたいな。これ私？みたいな。そうやね。それ今までの東京のセミナーとかでもみんなが体験してきて感動してたので、今こそみんながやっぱりあれを、求めてると思うので、まあ、知らないですけどね、みんな知らないけども、味わったら、あ、これだみたいなのが、あるだろうから、そこをぜひ体験できる、実感できる場にしたいなと。なるほどね。OK です。はい。まあ、それこそね、パオンちゃん自身もね、もともとね、今は全く見えへんけどね。そうそう。ね。自称を打つってね。まあ、うつ、ね、まあ、そうやって笑ってるけど、やっぱり相当ね、当時はしんどかったわけでね。いやー、本当にね、しんどかったですね。なんかしんどいとかいう次元じゃなくて、立ってることも座ってることも本当に辛くて、そっか。寝てるのも辛かったし、だけどでも眠ることもできなくて、唯一楽っていうかあれですけど、薬をたくさん飲むことでごまかされるっていうね。まあまあ、それが一つの安心やからそうですね。もうそれがないと本当に、一日を過ごせないというか。で、それがもう、ピークになると入院っていう、を繰り返してましたから。入院か。そうですよ。私、入退院繰り返してましたから。入院 がもう似そ合のわ間へに、んな。もう、あちこち点滴だらけですよ、本当に。そそう。今よりも10キロぐらい体重も痩せてたしね。そうか。多分西村先生のところに初めてお世話になった時も、もう入退院ちょっと繰り返してたような時、あ、そんなことないか、でも薬はすっごいいっぱい飲んでましたよ。そうやな。はい。お肉食べるのすごいためらってたもんな。そうなんです。もうお肉食べな。ちゃう。
とジンマシンが出たりとか、うん、気持ち悪くなったりお腹壊しちゃったり、うんうんうん、でスーパーにお肉が並んでるのを見たら、うん、もうなんかゾッとしちゃって、おうおうおう、ああもうなんかこんな食べるなんて罪悪感みたいな、ああそうかそうか、なんかポロ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 って涙が流れてくる、ああそうか相当精神的にうん、うんうん、なんかねやられてましたね、うん、はい、あそうか、そうです、よくそっから元気になったね、いやーもう、ね、お客様っていうか、いやいや、うん、いや目の前でやっぱり笑ってくれてた、うんうん、私は今までいろんな方にやっぱり助けていただきましたけど、うんうん、やっぱり目の前で笑ってくれてる人ってやっぱいなくて、うんうん、大変でしょって、つらいねって、うんうん、って言ってくれる人ばっかりで、うん、優しいけどな、そう優しいんだけどね、うんうん、それで支えていただいてたんですけど、あと怒られた人がね、うんうん、逆に、うんうんうん、西村先生はずっと笑って、うん、笑い飛ばしてくれて、うん、あ、ほんと、つらいな、えぇ、ー、みたいな、ひどいな、そうそうそう、いやでも初めて、うん、なんか私自身が気が楽になったんだと思ったんです、あそうか、そうか、そうか、うん、うん、あそうだな、そう、本当に気が楽っていうね、うんうんうん、だから、自分でいていいんだみたいな、その苦しい自分でも、うん、この人の目の前だったらいいんだみたいな、あその安心感があった、なるほどね、うん、うんうん、ほんで笑ってる西村先生見てたら笑えてきてまあでも笑えない自分に気づいた時すごいショックでしたね、うんうんうん、うん、あこんなに笑えなくなってるんだって、うんうん、うん、幸せになりたいと言ってる割にはそうやな、でもみんなそうなるからね、こう視野が狭くなるからね。なりますね。うん。で、まあね、うつの状態なんかは特にね、この、はい、視界が狭くなっちゃってるから。うん。うん。で、それが、うん、それがなおかつ暗い状態やからね。そう、あのね、うん、奈良県の、うん、の春生態の春先生がすごいいいことを教えてくれたんですけど、うん、初めてパオンちゃんに会った時、うん、私より背が低い人かと思ったって。ああ そ, うそのぐらいの印象があった、彼女多分160ないぐらいなのかな、うん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 、だけど自分より低く見えたって、おだからそのぐらい私は本当にしぼんでちっちゃくなってたんだなって、ああそうやろね、だからこうパオンちゃんの中、うん、まあ外にほら元気ってこうふわーっと出るでしょ、うんうん、ね、オーラが出るみたいな、はいはい、感覚で春先生は言ってたんちゃうかな、ああなるほど、うん、うん、あのその感覚がいいからね、そうですね、うん、なんかそれでも私はなんかやっぱりなんていうんだろう、人の役に立つためにすごい一生懸命やってたし、うん、そこが偉いよね、そう、整体師っていう仕事を与えられて、うん、その中で頑張って人を元気にしようってやっぱすごい知って、うん、うんうん、今までのその人生取り戻そうってすごいがむしゃらにやってたから、ね、うん、いや、うん、そうやね、うん、うん、そう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 いう状態で、うん、でも人に与えたいっていう気持ちがあった時にやっぱりその葛藤ですごい苦しかったですよね、うんうんうん、そうね、なんかその苦しさを、うん、なんでなんだろう、自分はダメなのかなとか、やっぱり自分には無理なのかなとかすごい思ってましたけど、それがただ体の状態によってそういう状態になってるだけ、うん、だからパオンちゃんはもともと強いし、うん、うん、大丈夫だよって言ってもらったことっていうのはすごい希望になりましたよね、うん、